このチャンネルは宅建ジョブエージェントさんの提供でお送りいたします。不動産業界で転職する非公開求人もご紹介可能です。なりたいあなたを見つけよう、宅建ジョブエージェント。はい、本試験でですね、命取りになるのがケアレスミスです。ケアレスミスをどう防ぐかが合否に大きく影響します。なぜなら宅建試験はケアレスミスを誘発させるために一生懸命試験問題を作っているからです。本番ではですね、2回読み直している時間はありません。私もですね、実際にやっていた予防法をこれからお話ししたいと思います。田村女性書士の不動産大学ケアレスミスを防止する方法編ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。本試験が近づいてきまして、まあ自分でですね、模試をやってみてですね、シミュレーションをするという人も増えてきていると思います。ただですね、それと同時にケアレスミスなんかのですね、不安要素に気づいて困っている方も増えているようです。ちょっとコメントをご紹介したいと思います。こちらです。田村先生、いつも記憶に残る動画ありがとうございます。一週間ほど前から、平成29年から昨年12月試験までの過去問で、自主模試をやっているのですが、どうしてもケアレスミスをしてしまいます。2から多い時で6問もやってしまいます。例えば、または、と、および、宅建業であると宅建業ではない、など読み分けをしていないなど、恐ろしいほど単純なミスをしてしまいます。仕事柄か性格なのか、文章を斜め読みする癖があるようで、なんと模試でもこれをしてしまいます。こうしたケアレスミスを防ぐ秘訣などございましたら、ぜひご教授お願いします。ちなみに、15分から20分くらい前には50問を解き終え、見直しの時間は作れる状態です。とのことでございます。はい、本試験でですね、命取りになるのがケアレスミスです。ケアレスミスとは、すなわち、注意をしていれば防げたはずの間違いや失敗。これをですね、ケアレスミスと言います。はっきり言います。ケアレスミスをどう防ぐかが合否に大きく影響します。なぜなら、宅建試験はケアレスミスを誘発させるために一生懸命試験問題を作っているからです。なんでですね、そんなことがわかるのか。それはですね、過去問を見ていればまあわかる通りなんですが、宅建試験っていうのはですね、昭和33年からやってる非常に歴史がある試験です。法改正が何度もありましたが、もうすでにですね、試験問題にするような知識というのは、もうほぼですね、すべて出尽くしているんです。そうなってくると、過去問をですね、完璧に勉強されると、みんな合格点に行ってしまうので、そうならないように、受験生がですね、うっかりと間違えてしまうような引っ掛け問題をですね、山ほど作って出してくるんです。これに引っかかってしまっては、合格者になることはできません。ではですね、どうすれば防止できるのか。これにはですね、2つのポイントがあります。私もですね、実際にやっていた予防法をこれからお話ししたいと思います。不動産業界で転職するなら、宅建ジョブエージェント。いきますよ、ケアレスミス対策1、単語に丸をつける。これは、ケアレスミスがですね、多い人は選択肢を読むときにですね、流して読んでしまってですね、重要な単語を見逃したりとか、勝手な思い込みで認識してしまうことがあります。そこでですね、選択肢を読むときに、先ほどの方がおっしゃってたようにですね、またはとかおよびとかですね、何々であるとか何々ではないとかですね、そういう重要な単語が出てきたら、その単語にですね、丸をつけてみてください。単語のところに丸をする感じですね。小さく丸をつけることで、一旦ですね、その単語を立ち止まって認識することができるので、勘違いをすることが防げます。またですね、耳学で聞くときですね、スマホで、Bluetooth イヤホンで聞くときなんかはですね、できる限りも意識してください。もうそれしかないです。もう耳学のときは意識していただく。で、机に座って勉強できる状態のときは、問題文とか選択肢を読んでいるときに、またはとかおよびとかですね、そういう接続詞とかですね、何々であるとか何々ではないとかポイントになる単語が出てきたら、そこを丸してください。その単語のところを小さく丸してください。そうすることでちゃんと認識できるようになります。そこで一旦立ち止まることができます。非常に基本的なことですが、大切なことは集中して読むということです。本番ではですね、2回読み直している時間はありません。一度で正しく理解するためには、集中して読むことが一番大切です。集中しても間違えてしまうという方は、ポイントになる接続詞ですとか単語にですね、丸をつけてみましょう。ケアレスミス対策に見直しをする。これはですね、人間である以上は、ケアレスミスはですね、どんなに対策をしても 100% 防げないことがあります。そこでですね、万が一ケアレスミスをしてもリカバリーができるようにですね、本試験では必ず見直しをする時間を確保するペース配分が大切になってきます。理想としましては大体15分ぐらいですね、最後に確保できれば十分です。先ほどのコメントではですね、ちなみに15分から20分ぐらい前には50問を解き終え、見直しの時間は作れる状態ですっていう風におっしゃってらっしゃったんですが、はい、ここでですね、一つ受験生あるあるをご紹介したいと思います。こちらでございます。自力模試で20分ぐらい時間が余って余裕だと思っても、なぜか本番だと10分も余らない。はい、私ですね、この経験何回もあるんです。ズバリですね、本試験では模試とか自力模試でですね、家でやっているようなものよりもペースが確実に落ちます。
これだけはですね、肝に銘じておいてください。これは本気で受験勉強をしている方であればあるほどそうなります。例えばですね、このコメントくださった方の場合であれば、自力模試でですね、15分から20分ぐらい最後余ってるということですが、確かにですね、本試験でですね、それぐらい確保できれば見直しには十分なんですが、おそらくですね、本試験では10分から15分ぐらいか、それ以下になってしまう可能性があると考えた方がいいと思います。私の周りの人でもですね、この経験ある人たくさんいます。私の分析では、受験生の心理がですね、そうさせるんだと思います。一生懸命勉強した人ほど、本試験はですね、良くも悪くもすごく慎重になります。普段よりもですね、数秒考える時間が長くなるんです。一問にすればですね、数秒でも蓄積するとですね、10分ぐらいになるんですよ。で、模試の時よりもですね、余る時間が少なくなるんです。で、私が言いたいのは、だから本番ペース上げてほしいということじゃありません。緊張して慎重になることでですね、ケアレスミスは減りますので、私はですね、そんなに悪いことだとは思っていません。ではですね、なぜこの話をこんなに強くしているのかというと、私が一番言いたいことは、模試でやっている時ほどは、門番では時間が余らない。これをですね、前提に考えてシミュレーションをしておいてほしいからです。例えばですね、今15分から20分余っている人であれば、本番では10分ぐらいになる可能性があると思って心の準備をしておいてくださいっていうことです。なぜならですね、そうなるもんだと思っていないと、試験本番でですね、私が一番嫌いなあれがやってくるからです。それは焦りです。受験生は普段通りのペースで問題を解けていないことに気がつくとですね、途端に焦り始めます。この焦りがですね、ケアレスミスを誘発する原因になるんです。この焦りを生まないために、本番ではですね、模試よりもペースが落ちることは当たり前と認識しておくことで、この焦りをですね、防ぐことができるんです。ぜひ覚えておいてください。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日の一問いきますよ。こちらです。平成15年問い26、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。さあどうでしょうか。またまた税金の問題でございます。いきますよ。答えは、丸です。譲渡の相手方が、配偶者、直系、血族、生計を一にしている親族の場合には、居住用財産のですね、譲渡所得の特別控除、要するに3000万特別控除ですね、これを適用することはできません。非常に基本的な問題ですが、こういうところもしっかり覚えておきましょう。ということで、また明日。